アナスタシオス・ドニスは、イングランド・ブラックバーン出身のプロサッカー選手。ギリシャ代表、BBB ・フェンロー所属。ポジションは、フォワード。父親のヨルゴス・ドニスは、元ギリシャ代表サッカー選手で、ブラックバーン・ローバーズ FC 在籍時に次男として、生まれた。2歳年上の兄のフリストス・ドニスもサッカー選手である。パナシナイコス FC のユースチームでプレーを始め、 2013年に、ユベントス FC のユースチームに移籍。2015年にトップチームに昇格するも、すぐに AC、ルガーノにレンタル移籍。2016年夏にもアグックニースに、レンタル移籍。結局、ユベントスのトップチームでプレーすることはなかった。2017年7月、VFB シュトゥットガルトに完全移籍。契約は4年で移籍金は420万ユーロ。 同年10月13日の1、FC ケルン戦で遺跡後初得点を挙げた。2019年9月2日、スタッドランスへ2020年6月までの期限付き遺跡をした。2021年2月1日、BBB、フェンドーへ2020から21シーズン終了までの期限付き遺跡をした。2017年7月に開催された、ボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合で、 ギリシャ代表初キャップ。2019年3月21日、UEFA ユーロ2024戦、グループ J のリヒテンシュタイン戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。